はい、今回は iPhone XR 用に購入したワイヤレス充電器、こちらを紹介していこうと思います。今回購入したのがアンカー製になります。ここにねアンカーって書いてあるんですけど、結構ねルルカはねアンカー製購入します。やっぱね保証がちょっと普通のより長いっていうのがいいのかなと思って、まあ保証があればね、まあなんかあった時いいかなってことで、まあアンカー製気持ちだけ高かったりすることもあるんだけど、もっとね安い中国製のやつとかあるんだけど、まあ自分は一応ねアンカーを使っています。今回買ったのがアンカーパワーウェブ 7.5 スタンドってやつですね。これ iPhone XR 用に購入したんですけれど、これ購入したのが11月22日になっていたので、もうね1ヶ月近く放置していたことになるので、そろそろね開けなきゃなってことで開封しようと思います。外箱等はね全部英語ですね。こんな感じ、パワーウェブ 7.5 スタンド、まあいろいろとね英語で書いてあるんですけれど、中身がこんな感じですね。ハッピーって書いてありますね。何でしょうか、 Not happy？ あ、なんか多分サポートセンターの電話番号かなが載ってるようです。日本っていうのもあるね、ちゃんと日本で、メールでもいいし電話でもいいんでね、問い合わせができるって状況になってるようです。簡単なね接続方法が入ってますね。こんな感じ、まあ簡単ですね。充電と AC アダプターとね、これ充電器かな、ワイヤレス充電器をつないで、まあ置くときには縦置きでも横置きでも充電できるってものになるんで、はい、もうこんな感じです。縦でも横でもいけますよってことになってます。使い方ねダメな例ですね。まあこんな方法はダメだよっていうのが分かりやすくね絵で書いてありますね。多分いろんな国で販売してるんで、文字っていうよりも絵でね説明した方が分かりやすいってことで絵で説明してるようなんですけれど、こんな感じ、各国の言葉で書かれた説明書ですね。いろんな言葉での説明書になっています。まあね読めない言葉もいっぱいあるんですけれど、まあとりあえずね日本語が使えればいいと思うんで、この辺にねここに日本語での説明が載っています。安全上のね注意点とかかな、はい、こんな感じで書いてあります。本体になりますけどこんな感じですね。完全にねくるまれた状態で来てますね。剥がします。おー、いいですね、アンカーのマット感ってかっこいいね。でいいね、最近のって結構ねスマホとかってすぐねなんだろう指紋とかついちゃうんだけど、マット感が強いんでね指紋とかつきにくくて汚れにくそうでね、いいっすね、いい感じで。後ろがなんだろう、これシリコンかな、あの滑り止めになってるんで結構ね力を入れないと踏ん張ってくれますね、このシリコンで。ただのゴムなのかな、シリコンなのか分かんないですけど、後ろ部分が滑り止めになってますね。この部分滑り止め、ケーブルついてますね。ただケーブルはついてるんですけど AC アダプターがついていないので、まあね AC アダプターに関しては別途用意する必要があります。このケーブルもねアンカー製ですね。まあ付属品もあるんですけど、付属品じゃなくても普通にアンカーのやつ使ってるんでそのまま使おうと思います。ちなみにね AC アダプターもねアンカー製使ってます。アンカー製の6個 USB が挿せるものをルルカは使っていますね。はい、挿しました。 OK かな。でこの状態で、いや微妙な充電がね結構残ってる、さっきまで充電してたんで 72% ある状態で置こうと思います。ちなみになんだけど充電できるのは厚さ5ミリまでのケースらしいです。ケースが厚さ5ミリまでで、このねルルカもケース使ってるんだけど、まあ、正直ね、これもレビューしようと思ったんだけど、まあね、あえてね、まあ、どこ製とか言わないからいいよね、多分。なんだけど、あんま使い勝手良くないから、レビューしません。していないっす。一応ね、ケース買ったんでね、ケースもレビューする気満々だったんですけれど、まあ、つけて思ったのが、思ったより良くないなってところだったんで、まあ、あえてね、メーカー製とか一切言わないんでね、まあ、ちょっとケースの紹介はやめようかなって、自分がね、満足しないものに関して紹介しても仕方ないんでね。ということで、充電 72% の状態で、充電開始してみようと思います。まあ、とりあえずねこのケースに入っていても問題なく充電ができるようです。で横置きでもできるってことだったんですけど、離したんでね充電終わったんですけど、おお横置きなんですけどね、まあここ横置きでも問題なく充電されていますね。 72% はい、まあこんな感じでねとりあえず充電の方が問題なくできました。まあ、特にね、まあ、あとは、まあ、充電の速さとかね使ってみて、
まあ、今後ねどんな感じだったかっていう動画、実際に使ったね感想っていうのもね今後上げてきたらなと思うんですけれど、置き型スタンド今かなりいろいろ出ています。聞いたこともないメーカーのものからアンカーだったりとかね、そのちょっと聞いたことがあるようなメーカー品とかいろいろ出ています、この置き型ですけど、なんかね当たり外れがすごいあるみたいです。自分は基本的にアマゾンさんのおすすめを買っちゃうんで、まあ、アマゾンのおすすめ上位にこれが出てきたんで購入した感じなんですけれど、まあ、買ってからね1ヶ月経ってしまって、アマゾンの定価が3299円なんですけど、自分はね11月22日の時点で3299円で買ってるんで、定価で買ってますね。買ってるんですけど、現在はね500円引きの2799円で売っています。ある程度ね安心できるもの、アンカーに至っては18ヶ月保証がついてるんで、まあなんかあればね元々のアマゾンさんの保証プラスアルファアンカーさんのね18ヶ月の保証でなんとかなるかなっていう部分あるんですけれど、私よくわからないメーカー品だと保証はなかったりとか、まあそれこそね充電って結構危ない部分あったりするんですよね、過充電とか。まああとこのワイヤレス系だと間に物が挟まっていて充電できてしまったりとか、安いものだとまあそういうなんか危ない時の誤動作に関するなんかロックとかが曖昧だったりするものもあるようです、中にはね。それに関してはね普通の充電器もそうなんだけどっていう部分があるんで、まあ個人的にはねこういう充電系とかって、それこそこの充電の仕方とかによって端末のバッテリーの劣化とかも変わってくると思います。なのである程度ねまあ、安いものだと1000円ぐらいからあったりするんだけど、安いものでもいいものはあるんで、安くて評判がいいものだったらねそれ使うのもいいんですけれど、まあその辺に関してはねあまり安いものを使って、それこそねスマホなんて今10万円ぐらいするものを使ってる方も多くいると思うんで、その10万円ぐらいするスマホがね劣化が早くなってしまうとかっていうのを考えると、ある程度ね安物ではなくて信用できるね充電器っていうのを使った方がいいんじゃないかなと思います。今後ね実際に使った感想っていうのはまあ追加のねお話として、まあサブチャンネルとかにでもねあげれたらいいなと思っています。充電されてる最中はねここが青く光ってるみたいですね。ここが結構かっこいいですね。見た目もいいですよね。はい、まあそんな感じで今回はアンカー製のパワーウェブ 7.5 スタンドっていう商品に関して開封レビューやってみました。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。